今日は女木島に来ています。今から吉野の山下君と共にビーチ清掃しようと思います。フリム君かいということで、今からビーチに向けて行ってみたいと思います。 USJ USJ らしいわ。その心は海掃除海掃除かいということです。今日はいい天気ですね。島の景色はとても綺麗です。しかし少し目線を変えてみるとゴミが散らかっています。美しい景色を守るのはそれぞれの心がけ一つです。これを今から掃除していこうかななんて思ってます。これ今出てきたゴミです。コンビニのカップ麺です。これ全部蓋した状態で捨ててあったんですけど、そんなわざわざ蓋してまでゴミ捨てるぐらいだったら持って帰ったら早いのにな。清掃活動終わりました。海の美しさは来た時のままです。変わったのはこのビーチの感じです。一度に清掃するとなると大変なので、日々の少しずつのみんなの小さな思いやりが綺麗な地球を守ります。ほんの少し意識を変えて、地球と自分と向き合ってみましょう。